はい、お願いします。仕事頃に話題になったですね、障害者通称支援サービス の、 システム設定誤りもありまして、はい、昨日 の、 常任委員会の方で、再建方針の議案が可決、はい、通過したと思います。通過したんですけども、それについて改めて質問して、どうしても考えという、はい、どういった考えて再建方針を行ったところをお伺いします。はい、昨年ですね、放課後の障害児の利用サービスの料金の伝達誤りというのがありまして、で多くのご家庭でですね、ちょっと聞いてなかった分のお支払いを請求されるということがありました。でこの件はもうこの間も委員会や議会の方でもやり取りさせていただいて、可能な限り住民の皆さんに寄り添った対応というのを、もう局の方と本当に議論して対応を進めてきた次第です。そういった中で、その間違った上限額を、あらかじめその、上限額を誤って認識してしまったがゆえに負担してしまったもの、大阪市に責任があると思われる部分は、やはり負担に関して、少しそこは融通しないといけないという判断のもとですね、手続きを進めてまいりまして、一部の債権放棄というのに至った次第です。もうこの件もそうですし、他の件でもですね、市民の皆さん、もうこれ人間がやることですから、その未来永劫もう全くミスを起こしませんというのはやっぱりなかなか難しいと思います。少しでもこうミスを起こさないように、また市民の皆さんにですね、ご負担やもし市や行政を信じてこう一緒にやってきてくれてる人の期待を裏切らないように、再発防止をしていかないといけないと思ってます。それはもうこの件に限らずですね、役所っていうのはやっぱり税を徴収したり利用料を徴収したりするもんですから、とにかくこう今後も住民の皆さんに適切に情報を伝えて、こういった誤りが今後発生しないように改めて、市役所の全体で共有してですね、進んでいきたいと思います。